ですね、あのまあそちらのオラフの商品もそうなんですけど、はい、向こうにまあたくさん今回、物販の,あの商品もたくさん販売されるんですが、はい、でね先ほど見ていただいたんですけれども、ええ、例えば、リタロう君にプレゼントするピーナッツグッズといったら何になりますかね、ぜひその辺もお伺いしたいんですが<ー>じゃ石田さんからやっぱりあの洋服は何やか行ってもかわいいので。はいはい えー、もちろんスヌーピーっていつもこうなんかな波打ってるというかうん、うん、こういうの着てるじゃないですか。えっはいあの T シャツとかねちょうどあそこの看板のギザギザ、ね、あそういうのでもいいし例えば、えー、まあスヌーピーの、うん、もちろんあるいはいろんなキャラクターが乗ってるやつこれはもう絶対こう全世界的にやっぱり非常に可愛いと思う。うん 愛苦ししいい感じであの、まあ、プレゼントしたいなと思いますよね<ー><の>スヌーピーは本当にのあの小さいお子様から大人までの,あの商品がたくさんあるので、はいね、ペアルックとかで、ね、お子様と奥様とみんなでペアルック <laughs> お父様とペアルックできるのもかわいいかもしれない。 私は顔が嫌だなみたいになってきて大丈夫ですか。三代でいきますから。はい。ぜひね、あの皆さんで聞いていただきたいなと思います。広商 <laughs> さんはどんなグッズを李太郎君に。あのなかなかね、イメージ皆さんわかんないと思うけど、あれはちょっと恥ずかしかったです。自分が誰もいないところでやったんですけど、はい、あのなんちゅうか、童話の本っていうか、読むね今リタロとかに。はいはい。ああはいはい。なんちゅんですかあの。童話っていうの？はいはい。いうのの絵本絵本もあれをあれよ。 飛び出すやるのそれもあるんだけど読んであげるわけご自身で読み聞かせご覧になったことありますあれはちょっと恥ずかしいから人のいない時がしたのよだからちょっとそういうあれちょっと書いてるる飛び出す絵本とかあれでもいいちょっと書いてる今ものすごくほら言葉を覚える頃やからちょっと恥ずかしくて人前でできなかったのよ。 自分が動画を読んでるところなんか、ちょっと。あ、そうそうすごい、でも素敵な風景です。ううね、もうあの、絵本とか、喜びますよ。はい、飛び出したり、なんかそ、それあの。ぬいぐるみか。はい、なんかね、今ぬいぐるみつけ、触れる絵本とかも、すごいたくさん出てますので。でね、小物がいいですよ。<ひ>子供、あの、こう、こちょっと。でも実際、小物と、子供、あ、孫か。 <laughs> 小物がい,いです絵本が実際大,大好きで、はい、あのいつもこうやって自分の好きなのを選んでポッて持ってきてこれを読んでって普通で読んであげるっていう、はい、そういう感じですけど。 じゃあもう今そういう意味ではいっぱいこう言葉を覚える時期でね楽しい時期ですね。はい覚えてるんですかね <laughs> 覚えてるんですかね。すぐなんか読んでっていう割にはこう読み出すとすぐ飽きてどっか行っちゃうんですけどね。<laughs> <laughs> いやでも本当に今日たくさんね本もありますんでぜひまたスヌーピーの話も読み聞かせていただけたらと思います。うんはい、ではですねえっともう一つ、えー、東小西さんが思うピーナッツまたはスヌーピーの魅力っていうのをちょっとお聞かせくださいはい。 やっぱり、えー、あのユーモアがあってやっぱり温かいいっっていうことですよね、はい、やっぱり世の中こうだんだんこう、まあ、いろんな意味でまだ混沌として辛辣ないろんなことがある中で非常にやっぱり温かい、はいはい、ちょうど、まあ、アメリカで言えば、まあ、世界中もそうでしたけどこう古き良き時代と言いますかね。あの いいろんな意味でのこう中流というか、今そういう話題にもちょっとなってますけれども中流がすごくこう歴史上一番こう栄えてみんなのなんかこう格差とかもなく楽しく過ごしてたっていうのがやっぱり1950年代60年代そのミッドセンチュリーだと思うんですけれどもそういったあの雰囲気がそして中の会話とかも性善説というかユーモアがあって。 それが一番魅力かなと思いますね。それが例えばその4コマぐらいのとこからでもすごくこう、まあ、醸し出されてるっていうのが、はいはい、スヌーピーの魅力かなと思います。